イバニーズはいつアイバニーズになった かつてはイバニーズ読みが公式カタログでもなされていましたが、公式がアイバニーズ読みに固定化したのは1986年のカタログからと言われています。これは主に海外ではアイバニーズと発音されること、海外志向のブランドとしてイメージを固めたかったこと、そして海外の名だたるギタリストや1985年に公開された大ヒット映画バック・プ・ザ・フューチャーの主人公マーティーの使用機材としても注目されるなど、いわゆるアイバニーズ語圏が拡大、その 影響力がかったるものとなったからだと考察しています皆様はイバニーズ読みとアイバニーズ読みどちら派ですか